はい、お疲れ様でございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですけども、ちょっと考え方をね、大きく変えないといけない。そして同時に手遅れだったということもね、今日は報告しなければなりません。ですんで、今日までの相場解説、ここね、3日間から1週間ぐらいのちょっとチャラにしてですね、また一から組み上げなくてはいけないかなと思います。やっぱりね、相場解説ってのはこうだろうと思ったものに固執して、もっともっと深めにはまってしまうのが本当に良くないんですよね。これは違ったなと思ったら軌道修正して、今までの前言撤回をね、もうすぐに速やかにして、そして新しい構築に入らなければならない。そんな今回は例になるんではないかなと思います。7月28日の4時50分の相場解説になります。それではデイリーの方から行ってみましょう。はい、デイリーなんですけども、赤い線が2本引いてあります。わかりますかね。私が考えたのはここの上の線ですよね。ここを越えたら、超えたんですけども、超えた後はもうこういう風に跳ね返ってね、 N を書いて倍の方に向かうのが当然だろうと思っていたんですよ。でもう一回ね、これをね、割ってしまうっていうのはちょっと考えてなかったですね。でもよく見るとその予兆ってのはあったわけなんですよ。この大きな陰線、どうやってその予兆を知ることができたのかってことが4時間から1時間に隠されていました。私も目を奪われすぎていましたね。それが何に目を奪われたかというと、この逆ヘッド&ショルダーを見つけたってとこなんですよ。これが、まあ、ある程度ね、うまくいってここをブレイクして大きくこちらの方に向かっていくんだろうなっていうふうに考えて疑わなかったんですけども、やっぱ疑うべきだったのは、ちょっとだけお話ししましたけども、こっから入ってきてね、こうなって左右対称になるとしたら、まさにこういう風な形っていうのが見えるわけなんですよ。ですんで、跳ね返って一旦こういう風に行くっていうのは、まあまあちょっとお話したところではありますけども、まあそう考えるとね、昨日4時間でのエントリーっていうのは見えなかったかなってところです。ただ、私が言いたいのは1時間の方なんですよ。1時間の方で、ちょっと大きなね、発見ミスがありましたね。お分かりですか？この形、実は1時間では、ヘッド&ショルダーではないんですけども、似たような形がここに出てるんですよね。ですんで、昨日の時点でここをネックラインに設定して、この大きな下落は分からないでもなかったと思うんですよ。あと一つ、こちらとこちらとこちらとこちらを結ぶ近くに、この110円の035っていう赤いラインがありますよね。だからここをブレイクすると大きく下に行くっていう相場解説はできたんではなかったかなと思うんですよね。それが痛恨のミスです。4時間の逆ヘッド&ショルダーに目を奪われすぎていて、1時間のこのヘッド&ショルダーに似た形と110円の035を割ったら大きく下に行くんだってことを見つけられなかったですね。これは私の力があれば見つけられたはずなんですよ。ここを割ったら大きく下に行くよって準備はできたはずなんですよ。ちょっとそこが痛恨でしたね。ということでね、大きな時間軸からもう一回仕切り直さなくてはいけませんので、反省はこのぐらいにしといて、じゃあこれからどういうふうに向かえばいいのかってことですが、この2つの線、110円の030と100円の695の2つの線を中心に、レンジ相場を見ていった方がいいかなと思うんですよ。こんな感じですよね。ちょっと大きめになっちゃいますけども、上下の幅が。このレンジ相場を改めて設定して、で、2、3日ね、このレンジ相場が本当に通用するのかどうかをちょっと試していこうかと思います。まあ、上昇トレンドでも下降トレンドではないってことを、ここで押さえておこうかなってことですね。そして今後の値動きなんですけども、改めて4時間を見てみると、まあ今のところね、こういう風な、4時間でのレンジ相場を想定していこうかと思います。111円にはならないし、109円も割って108円になることはないしって感じですよね。だから110円台でうろうろするんではなかろうかってことです。ちょっとエントリーのタイミングがだからね、まあ最悪今週ないってことになります。でこれ大きく下落して、本来でしたら気づいてればね、ここが取れたんですけども、ちょっと取れなかったんで戻りを狙おうかなと思いますね。1時間でエントリーする場合は戻りはこの範囲で行われます。110円の030と100円の695、この間で起こりますので、
そうですね、夜が明けて6時か7時に判断すると思いますけども、倍に入って110円の030あたりまで、ちょっとねピップス稼いでいこうかなってところですかね、まあそのぐらいですかね、まあ大してピップス稼げないんですけども、まあ10ピップスでもここはなんてバントみたいな感じでね、10ピップス狙いでいこうかと思います。結果5、6ピップスになってもそれはまあ無駄ではないかなというふうに判断して次の展開に備えようかと思いますね。いやちょっとね、逆ヘッド&ショルダーって見つけられた時嬉しいんですよ結構。だからこれに違いないと思ってね、他の人は分かんないだろうけど俺は分かってたぜみたいな感じになっちゃうんですよ。でそれが今回またね裏面出ましたね。ということでレンジ相場というふうに考え方を変えて値動きを見ながらまたね新しい戦略を立てていこうかと思います。ちょっとだけ見るのも相場させてください。では失礼します。